スペースマウンテンとは、ディズニーパークにある宇宙をテーマにした、ローラーコースタータイプのアトラクションである。コースターのレールはすべて屋内に設置され、照明を落として、レールを見えなくしており、宇宙空間を飛行しているように感じさせるべく、演出している。アップダウンよりは急カーブが激しい設計である。上海ディズニーランドにもトゥモローランドがあるが唯一、スペースマウンテンが存在せず、 トロンデアイトサイクルパワーランというバイク型のローラーコースタータイプのアトラクションになっている。最初のバージョンのものはアメリカ合衆国の宇宙飛行士ゴードン・クーパーが監修した。ストーリーや設定はパークごとに異なる。また、改装によって設定やストーリーは変化している。詳しくは各施設の解説を参照。基本情報歴史2005年リニューアルの 概要従来のテーマを残しつつ、21世紀の宇宙旅行を再現した。変更点は、ロゴキャストのコスチュームスペースポートのスペースシップ乗り場の,の自動ドアライドの車載スピーカー等。また、リニューアルにより、ドーム外観の色が再び白に戻された。体験中、終盤に写真撮影がある。リニューアル後の BGM は、マイケル・ジアッチーノが作曲している。 マジックキングダムのスペースマウンテンは世界のパークの中で最初にできたスペースマウンテンである。コースがアルファとオメガの2コースあり、横2人ではなく縦1列に乗り込む座席となっている。基本情報設計、ウォルトディズニー・イマジニアリングドーム体積5万1000、立方メートルコース全長2211.9メートル、最高時速、 45.1km2009 年リニューアルの概洋マジック、キングダムのスペースマウンテンは2009年末にリニューアルしている。ライドの変更、旧ラインの装飾変更など、全体的に現在の東京版に類似していて、乗り場などの照明は青になっている。また、巻き上げ前に写真撮影が加わった。TDL には、マウンテンと名のつくアトラクションが他に、 ビッグサンダーマウンテン、スプラッシュマウンテンがあるが、開園当初から存在しているのは、スペースマウンテンだけである。東京ディズニーランドのスペースマウンテンは、外観、構造などがアナハイムのものに準拠しているが、コース全長や、ドーム高さ、最高速度などが若干異なる。全世界のスペースマウンテンにおいて、ライドフォトが存在しないのも東京版のみである。このアトラクションは、 ディズニーファストパス対応のアトラクションであり、ファストパス発見機はスタンバイエントランスの右側に計5つつ設置されている。基本情報ドーム総面積4400平方メートルドーム高さ38メートルドーム直径61メートルコース全長925メートル最高部高度23メートル最高速度時速50キロメートル定員。 一編成12名ストーリースペースポートに到着した最新型の宇宙船から発せられる未知のエネルギーを受け取り宇宙飛行士の乗った小型ロケットは宇宙飛行に出発するエネルギーが激しく反応し光り輝くトンネルを抜けると巨大なエネルギーボールが現れるエネルギーボールに徐々に光が集まっていき大爆発が起きるとともにロケットは大気圏を脱出 宇宙空間を急上昇、急降下、急旋回しながら駆け抜ける。そして、流星のシャワーを抜け、ロケットは残ったエネルギーをくすぶらせつつ地球駅間。スペースポートに到着すると残ったエネルギーは一度回収され、新たなエネルギーと宇宙飛行士を乗せてロケットは次なる宇宙飛行へ向かう。歴史利用制限身長102センチメートル以上に満たないものの利用はできない。 また以下に該当するものも利用できない。リニューアルについて、東京ディズニーランドのスペースマウンテンは、オープン当初はディズニーランドの初期のものと同じであり、レイアウトは現在もほぼ同一である。2007年4月28日、オープン以来初の全面リニューアルが行われ、ロゴ、外観のライトアップ、内装の装飾、演出、スペースシップ、コカ・コーラのロゴが登場する。 プロモーション VTR、安全のための案内 VTR、キャストのコスチューム等が2007年現在の SF を踏襲したオリジナルのものに変更された。リニューアル以前は、マーキュリー計画の際のゴードン・クーパーの実体験を元に作られたという内容だったが、リニューアル後は、その設定が変更され、その表記は一切なくなった。スペースポートにあるスペースシップを、 天井から吊るす車輪が隠れミッキーになっている。スペースマウンテンミッション2は宇宙空間をハイスピードで駆け抜けるジェットコースタータイプのアトラクション。ディズニーランドパリのディスカバリーランドが採用するテーマがレトルフューチャーであるため外観が他のパークと大きく異なる。内容もスタートはゆっくりレールを登るのではなく発射台から勢いよく加速して一気に頂上に達し、 そのまま急降下を開始する。車両にはスピーカーが搭載されており、重厚な音楽に合わせて宇宙空間が変化する。コースには360度回転やコークスクリュー回転する箇所もあり、スピードも速い。現在はハイパースペースマウンテンとして運営されている。カリフォルニア版やパリ版と同じように車載スピーカーを搭載しており、BGM は カリフォルニア版とほぼ同様である。終盤にライドフォトの撮影がある。2016年6月11日から、ハイパースペースマウンテンとして運営されている。基本情報ドーム総面積5100平方メートルドーム高さ38メートルドーム直径61メートルコース全長1052メートル、利用制限身長102センチメートル以上。 3歳以上の条件を満たさない人の利用はできない。また次の状態の人も利用できない。現在アナハイムと香港でハロウィンのイベント期間中に実施している。いわゆるスペースマウンテンのホラーバージョンで車両のスピーカーから不気味な音楽が流れる中、暗闇の中を走行し、カーブを通過するたびにおぞましい怪物や亡霊たちに遭遇するようになっている。これは 香港ディズニーランドで最初に実施され、人気だったことからアナハイムでも実施されるようになった。ありがとうございます。